な、アジアのライダーを対象とした本当に世界につながる道をですね作ってくれました。これをですねやはりその今のジュニアライダー、そして世間の皆様にもですね知ってほしいなと思いまして、まずは BS の山田さんと、シェルさんと、トウキさん、あとは日清さん、そしてモビリティランドフレノさん、はい、ご協力いただきましてこのような素晴らしい発表会をですね、行うことができました。ありがとうございます。something